友愛会は、戦前の日本で結成された労働者団体、労働者の団結と解放を主張した。1912年8月1日に、鈴木文治ら15名が集まって組織された。鈴木文治がクリスチャンであったことから、キリスト教の精神に立脚していた。また、渋沢栄一からの援助も受けており、結成当時は労働者同士の相互扶助が目的で、性格は、 共済組合であり、現在言われているような労働組合ではなかった。年末には、会員は260人、11月3日帰還し、友愛新報総監といったような考慮を掲げていた。当時の男性労働者には、人教肌で、浪費や優等を好むといった男らしさを、市場の価値観とする対抗文化が形成されており、社会から阻害される階級となっていた。 友愛会は労働者の地位向上のためには、労働者自らが、刹那的で、傍若無人な態度を改め、一般社会と価値基準を共有し、社会規範に則っ,った生活を実践することで、別紙の対象から脱するべきとする収容主義を唱えた。収容主義が、どの程度労働者に需要されたかは定かではないが、対戦景気の終了とともに、貧困の波が、 労働者を襲うようになると、その原因を個人の生活態度に還元することは困難となった。友愛会は第一次世界大戦のもとで急増していた労働葬儀に多く関係し、次第にその性格を変更させ、労働組合としての性格が強くなり、1919年には大日本労働総同盟友愛会に、1921年には日本労働総同盟に解消された。 ありがとうございます。